んじゃない、こんばんは、たまぴです。やっほー、元気元気、それはよかったわ。22日の金曜日、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、神てるさん、こんばんは。パッパッパッ、1ギフト、ファーストコメントさん is さゆっちさん、そしていいこめさん is かみてるさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。 Thank you、 ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。 Thank you、 うん、これはもしやとかさんがファーストギフトさんでは、ファーストギフトさん22日の金曜日、おー、のすみょんごさんお疲れ様です。やっほん、こんばんは。お疲れ、どうだった、ちゃんとできた？頑張ったね。お、のぞみこさんめっちゃ可愛い。ありがとうございます。ありがとう。ひょうさん、おは、こんばんは。おいもちゃんさん、こんばんは。あんにょん、こんばんは。まちゃん電気屋さん、ティアナゴ、ありがとうございます。ただいまピン。セミさん、ひとでさん、ありがとうございます。うん、水曜日の公演、うん、見つけたよ。のぞみょんごさん後ろの方におったよね。ノアピョシっていうのがあった、すごく嬉しかった、ありがとうございます。たっくんさん、ノアピー、一押しもいいかな、二押しにしたいな。まあ二押し、うん、なるべく一押しがいいな。ダメ？ダメか。そりゃ残念だな。まび悲しい。千とかさん、ラブレターたくさんありがとうございます。ありがとう。うん。フォロワーさんが1600人突破しましたの。とても嬉しいです。ありがとうございます。皆さんフォローありがとうございます、とても嬉しいです。皆さんこちらのフォローボタンぜひよろしくお願いいたします。すごく嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。愛媛県まで行ってきたの、すごくお疲れ、大変だったね。のみほさんね、フォロワーさんが増えるのが早いですね、なんか嬉しいですね。あ、くにけんさんかわいい、ありがとうございます。キベルさん、こんばんは。うん、あらまー、なんということでしょう。研究生の中では一押しで決定でございますか、福岡さん。3本の指に何とか入っているので、まあ何とか許します。勝者さん、ヤッホー、あいもちゃんさん、ハートありがとうございます、ありがとう。初見さんのやすさん、こんにちは、のっぴです、よろしくお願いします。12歳です、ぜひ応援してね。こちらのフォローボタンよろしくお願いいたします。ハートボタンに書いてね。アグネスさん、やっほー、はーい、あー、そうだそうだ、うんと、これはちゃんと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
12、13、14、15、おお、国木さん、瀬戸香さんと瀬戸香さんにチェイスなので、国木さん、はい、ファースギフトさんイズ国木さん、そしてイチゴギフトさんイズ国木さん、あ、間違えました、ファーストギフトさんイズ瀬戸香さん、そしていちごギフトさんイズ国木さん、ありがとうございます。Thank you very much. ありがとう。ありがとうございます。Thank you very much. 今日は一押し？本当に？よかった。いつでも一押しでいてね。こんばんは。やっほー。今日ね、おやつタイムで食べたお菓子あるじゃん。あのお菓子？ちょっと食べたいなと思います。でですよ、でですよ、あのですね、この今回ちょっとマイドを食べるんですけど、マイドこれね、ちょっとね面白いよ。このタルトの大阪のねクッキーのタルトなんだけど、実はねくっついてるように見えるじゃん、くっついてないよ、ほらついてないの。なんということでしょう。ちょっと面白いよね。ちょっとウケるなと思って、あの皆さんにちょっと紹介します。これね、ちょっとね食べてみますね。毎回食べてどんな感じだ。そうそうそう、大阪のリアル話し会の時にお土産で買った食べ物でございます。これ賞味期限が長かったので今日食べております。どういう感じだろう、美味しいよ、美味しいけど、すごい関東の方とかあまり食べたことない方とかはおすすめだと思います。うん、なんかねチョコレートでちょっと甘さがあるけど、うん、ちょっと甘さ控えめな感じの、うん、クッキータルトみたいな感じですね。いやでも美味しいよ、クッキーホロホロしてる、サクサクしてる。うん、トモさんやっほー、うん、ボーブクさんこんにちは、チドリファイブさんこんばんは、ひらつぶさんこんばんは。抹茶はねなかった気がする、どうなんだろうね、あったらマーピも行って買いたいね、あるのかな。なさそうだったんだよね。うん、ルドさん、やっほー。うん。うん。そうなの、福尾さん、そうか、うん、まあ、とりあえずじゃあこれから3本指から2本指に入るように頑張ります。そうそうそう、大人の味的な感じ、ちょっと
爽やかな感じでもあるし、ちょっとそんなでもないみたいな、ちょっとなんかね美味しいけどおーって感じわかんないか。こんばんは。うん、抹茶味が抹茶に聞こえることありませんか。抹茶味抹茶味抹茶味聞こえたことはないかもしれない。抹茶はちゃんと抹茶って聞こえる気がするね。ルートさんね、さっき1コメさんファーストコメントさんゲットできてましたね。お洋服のカミカワイありがとうございます。今回のお洋服は水色のカープのユニフォームでございますね。 STU48見えるかな、見えたかな。うん、初見さんのシェシルさんこんばんは。ナピです、よろしくお願いします。こちらのフォローボタンぜひよろしくね。ポチッとハートボタンをピンクに変えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ハートパワー、ハートビーム。カズさんこんばんは。瀬戸香さん、あ、スイカジュースありがとうございます。ありがとう、 Thank you very much、 ありがとうございます。こんばんは。テトリスフィフィフさん、チンアンナゴありがとうございます。あ、本当？今カミテルさんこれ着てるの？お揃い？やった、嬉しい。のびんごさんハートありがとうございます。ペインさんこんばんは。やっほー。うん、うん、うん、そうなのね。うん、そっか、アスミンか。アピのこともよろしくね。ずっとのアピ推しでもいてね。あ、福見鳥さんこんばんは、こんばんは。じゃあ、のじみおごさんのハートをいただきます。いただきました、盗みました。ありがとう、ありがとうございます。けいちゃんさんこんばんは、やっほー。うん、宿題？うん、残念ながらあんま進んでないよ。うん、あ、のみごさん嬉しいな。オーディションの時からのアピオシ嬉しい、ありがとう。あ、これ夏休みの宿題ね。夏トレって言うんだけどね、見て
夏のトレーニング数学これさすごいんよ、見て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 、合計ね33ページあるんだよ、やばくない、こんなにもあるの、見て見て、うわー死ぬよ、やばいよ、本当にすぐ終わんないよこれ私、うん本当にやばい、今日終業式だったの、あーお疲れ、じゃあ明日から夏休みだね、お疲れ様ともゆうさん、あ福岡さん、ちやなごたくさんありがとうございますすぐ終わんないよ、そんなすぐに終わるわけないじゃないか、うん、本当ですか、みほりんさん気づいてましたか、もうやばい、うーんあーちょっとルートさん、たっくんさんと同じこと言わないで、一日で終わらせようと言ってね、そんな簡単なものではないんだぞ、だってノーピまだ習ってないんだぞ、もう習ったけどみんなはもう学習済みだぞ、マピも学習済みだぞ、あーやばいよ、あ、ともひろさんか、ごめんね、青ハッピー、青ハッピーの方か、あーともひろさんごめんなさい、なんかすいませんね、え大北美希さんのことも最初大木美希さんとか言ってたからね、ごめんなさい浅野博士さんのこともね、あの実はね、あの今もちょっと忘れてるんですけど本当の名前を、確か浅野、うん、何だったっけ、忘れたな、なあ穂博士さん来ないから忘れてる、浅野穂博士さんだった気がするいや習ってもできないのよ、いや解けないんだよ、忘れとるけん、うん、それ全部やらないで投稿するわ、それは居残りになったりとかそういうのに風になっちゃうからね、うん、ほにょそう、お博士さんってね、あ、のぶさんのアピは12歳でございます、ぜひ応援してください、こちらのフォローボタンポチッとよろしくね、ハートボタンをぜひ押してくださると嬉しいです、ピンクボタンに書いてね、よろしくお願いします、初見者の渡辺真一さん、こんばんは、のアピです、よろしくお願いします、12歳です、応援してね、おしましのアピよろしくね、お話し会もぜひ来てくださると嬉しいです、8月11日おすすめ日、あー見えない見えない、ごめんね、8月11日おすすめ日でございます、ぜひ来てくださると嬉しいです、よろしくお願いします、よろしくね、あらまあ本当に、あー諦めないで、よしかずるるさん、また8月にもノアピのオリジナルアバターが出たりするので、その時にまた挑戦してくださると嬉しいです、よろしくお願いします、こんばんは、本当にいつもは可愛い、よしかずるるさん可愛くなった気がする、まあそれはそれで嬉しいです、成長したということで一歩イエーイあ、ノアピの代わりにやってくれる、え、じゃあちょっとこれ全部解いてもらってもいい、来年も中学1年生はやだよ、進学したいよ、めっちゃ結構ね多い顔、ノアピが大好き、ありがとう、嬉しいよ、よしかつるんるさん嬉しい、うん、うん、8月も手に入るらしいので、フロートさんまだガチャガチャやる機会があるので、ぜひその時にまた76分の1の確率ですか、とてもレアなのでぜひ
当ててみてください当たるといいな。ナービーの部屋で当たるときっと多分ね、あの思いが込められてね、あーずっとこのアバターでいいよって思えるから、みんなぜひそんな状態でいてね。うん、そうなの、え、やめて、問題集やったらもう多分夏休み終わるあ、クリケンさん嬉しいな、ありがとう。ゆきさんこんばんは、やっほー、さっきも昨日だね、やっほやっほー。あ、ちょっとね、お菓子取ってくる、お菓子食べたい。あ、待って、あ、まあでも大丈夫か、夜ご飯大丈夫でしょ。あのね、みんなはなんかこれな、季節限定でずっと食べるの忘れてたんだよね。これ季節限定で食べるの忘れてたんだよね。と、あ、一応ね23年のね3月まで全然大丈夫だって。ナーピのさ1111が誕生日じゃん、だからあのそれのその日のまあ半平の日なんてよく言われるんだけど、あのそれの半平を食べたいと思います。で2つね季節限定があるんだ、ソルティ塩バニラ、あ、ソルティバニラ、ソルティバニラ、はい、どっちがいいですか違う間違えた、塩バニラとココナッツ、ココナッツどっちがいい、どっちがいいかな、ねえむな、そう、ほいひー、あの POCKY の、はい、これを多分商品名にするとほいひーになると思いますうん、あーいいね、ココナッツ、オーケー、あ、塩、じゃあちょっとこれ投票で決めよう、1番がココナッツで2番が塩ね、じゃあちょっと投票で決めます、1番ココナッツ、2番塩バニラ、どうぞ。ノアがこれから食べるホヒーの味を決めたいと思います。あ、ルーピピさん最初の方、あの英語の方ね合ってるよ、1番ココナッツ、そして2番が塩バニラ、季節限定でございます。さあどちらを食べたい、ノアピン決められないので決めてください。それではいきます、5、4、3、2、1、0、ピピピピピー、うん、2番ということで塩バニラ、ごめんね一瞬消えたね、はい、塩バニラがちょっと多かったということで、あ、ごめんねシアバニラがちょっと多かったのでシアバニラ食べたいと思います。シェアハピネスホヒーって書いてある、分かち合うっていいね。あ、裏にね説明が書いてあるよ、ミルク引き立つバニラの香り、マダガスカル産バニラを使用したホワイトチョコレートからバニラの甘く優しい香りが広がります。さらに、なんて書いてある、全粒粉入りもう分かんない、あ、全粒粉入りプレッツェルの、あのね全部の全に粒って書いて粉って書いて入りって書いてあるの、全粒粉入りプレッツェルの組み合わせとアクセントのほのかな塩味ですっきりした甘さを楽しめますだそうです。全粒粉なんだ、おお、勉強になる勉強になる、全粒粉入りのプレッツェルの組み合わせとアクセントのほのかな塩味で、すっきりとした甘さを楽しめます。塩味、あ、塩味じゃなくて塩味、あ、全粒粉ね、あ、粉は粉って読むもんね、これ季節限定めっちゃ美味しそう、
多分これぐらいならわかるかな。多分これでわかるはず。これこれ美味しそうだよね。めっちゃ美味しそう。チョコレート菓子だって2パック入ってる。いただくよ。開けるよ。わあ、お米で言ったら、あ、玄米みたいな感じなのね。そうなんだ。初見さんのりこさん、こんばんは。のぴーです、よろしくお願いします。こちらのフォローボタンぜひよろしくね。ハートボタンをピンクに変えてね。めっちゃ美味しそうよね。やばい、漢字もねちょっとが勉強しないとね。国語のあれもあるから。ミスタードラゴンさん、チアナゴありがとうございます。ありがとう。開けることが難しい。見て中身かわいい。この柄がかわいくない？めっちゃかわいいね。すごい美味しそう。今ね野菜室にしまってあったんよ。はっ、アリさん、スイカさん、ありがとうございます。開けられた。おお、美味しそう。え、なにこれ、すごくあの甘い香りがする。あのね、説明書に書いてあった通りだ。本当にすごくバニラの甘い香りがするよ。あー、いい匂い。ほら、わかる？めっちゃいい匂いじゃない？今売ってるかな。すごいいい匂いだよ。美味しそう。見て、ちょっとね、つぶつぶが、黒いつぶつぶがあったりする。これね、多分ね、塩バニラのバニラだと思います。で、白くちょっと浮き出てるのが多分これはバニー塩ですね。すごいいい匂い。美味しそう。いただきます。うん、塩バニラだ。え、でもすごい美味しいよ。とても美味しい。地鶏塩、今日ねちょっと自撮りしたいなーと思って。あ、待って、パスワードわかんない。あ、開けた。よかったよかった。よし、じゃあこれだね。ちょっとね、最近ね、自分でね、ちょっと あのアプリを使ってね撮ってたりしますよ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。よしよし、はい、ちょっと取れたよ。多分いい。あ、スタンプとか使う？スタンプとか使う？いいね。あ、みんな食べたい？はい。あー、食べられてる。沼にハマった方も、あ、うん、美味しいでしょ。え、夏加工とかあるんだけど、すごく面白そう。わかんない、これ夏加工は。うん、夏加工はよくわからないから、もうちょっと夏な感じあるかな。あ、夏っていう部類があったよ。え、おいしい。うん、うん、ちょっと待ってね。ちょっと今日は、あ、これはみんなに見せれる。
可愛いだろうマーピの一枚の写真可愛く写ってるだろうマーピの写真ね。ちゃうちゃうに待って変わったなんで撮れた写真があればだけどね。あ、待って、袋がここにある。なぜ、こんばんは。うん、マピのアバターが出ないもの、出ない。うん、次また挑戦してね。またあるけん、おつさん、いつも返信ありがとう。とても楽しみに踊るよ。デビッドさん、ありがとうございます。とつんと仕事貝殻、うん、貝殻といえば、ちょっとね、あのいい写真があったら見せますね。もしなかったら、あ、ないって言って見て、これノーピのアバターと同じ感じ、ほら貝殻。可愛いでしょ。初見さんのジンさん、 KTM さん、ナーピです、よろしくお願いします。こんばんは、12歳です、応援してね。こちらのフォローボタンよろしくお願いします。ハートボタンをピンクに変えてね。よし、じゃあちょっといい写真があったら今見せますあはは、うんと、待って、見られるの恥ずかしいな。いざとなると恥ずかしいね。やばい、ちょっと面白。これはこれだね。あー、これを入れるとちょっと変なことになるんだね。終了して、あ、これとかすごい、なんかほら、自分で撮ったとは思えないんだけどなんか変、面白いね、自分の自撮りって見るの。ほら、自分ちょっと変わってる顔が、面白い真顔結構これちょっと真顔これね、ちょっとキューっとした目、パクっていう感じ。で、さっき配信中に撮った写真がこれね、さっきのお菓子配信で撮った時の写真。またなんかちょっと違うよね。いいね、なんかへえ、みんなにこうやって、でも、もうね、モバメでも見られるっていうのは分かってるからね。ください、どうしよう、悩むな。今撮った写真楽しい、楽しいな。ミスタードラゴンさん、スイカさん、ありがとうございます。真顔も場面どうしようかな、めっちゃ悩む。まあいずれ送るかな、
いいね、ありがとうございます。初見さん来てくださってありがとうございます。ぜひこちらのフォローボタンよろしくね。ハートボタンをピンクに押してくださるとよろしくお願いします。まあ、モバメがどんな感じになるかどうかはまだ分かりませんよ。今日送るかどうか、皆さんぜひモバイルメールよろしくお願いいたします。返信も名前付きでよろしくね。じゃないとナビ分かんないよね、誰が送ったのか返信してくださったのかが分かんなくなってしまいますので、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってね。変な顔変な顔がある。いや、自分にもさ、ちょっと変だなって思う顔ない？もしさ、写真撮られた時とかさ、あ、そういう時とか、ハロー、Thank you very much, so loud, Thank you very much, I'm so happyI'm beautiful? Really? ありがとう。まあね、ちょっとまあどうなるか皆さん楽しみにしておいてください。今日今夜のモバメ送れるかな。あたりさん、貝殻さんありがとうございます。ナビのシークレット出たよ、すごいね、おめでとう。待ち受けくじ、あー、おめでとうございます。ってことは、ずるいさんはナビ推しで確定でございまして、ナビ沼にジャポあーズブズブ。はい、ということで、今日はバニラ沼に皆さんを沈めたいと思います。皆さんはナビバニラ沼に沈めます。ほれほれほれ、ついてきなさい、ついてきなさい、ついてきなさい、ここが池よ、ぽちゃん。皆さんは池にはまったサクサクしてる、おいしい。鳥さん貝殻ありがとう。神照さん、チアナゴありがとうございます。カラオケで何歌おうとしてたんだっけね。おー、言い訳メイビー、言い訳メイビーいいよね。でもね、ちゃんと歌えるか心配なんだよね。お、ちゃんとブクブクしてる方がいらっしゃる、うん、Every day カチューシャつけてるからこれにしようかな。ちょっとだけ歌おう。のみょんごさん、かわいい、ありがとうございます。本当ですか、池田由良さんの気にならない孤独、わあ、本当ですか。ちょっと待って、由良さんが上手なのでナーピが歌って、あの、ちゃんとね、なんとか歌えるかどうかちょっと心配なので、もうちょっと練習してから歌えます。上手になってから歌えます。じゃないとね、やばい。頑張ろう、頑張ります。のみょんごさんは永遠に沈められますよ。だってそこがないんだもん。
車つけてるからエブリデイ初心者歌います。太陽が昨日より眩しくて見つけ始めたら真っ白な T シャツに今すぐ着替えて君を誘いたい。国道をまだまだ空いてるバスに乗り潮風を追いかけて誰よりも早く夏を探すんだ。心の隣で同じ景色見ながら何年間も僕たちは友達の カチューシャ外しながら君が不意に振り返って風の中で微笑むだけでなぜか何も言えなくなるよ。こんな思ってるのにカチューシャ外しながら長い髪をほどくようにいつの間にか大人になって僕の手には届かないくらいもっと好きになるよ。 Every day カチューシャが Every day しろさん、音符ありがとう。しとかさん、会場ありがとう。音符ありがとうございます。のめんごさん、ペナイトありがとう。まつおさん、音符さん、ありがとうございます。 Thank you。 めっちゃ夏感が出てきたね。いい感じあれこれ、なんか初めて聞いた時に赤チューシャーって感じでずっと頭に残ってて、いずれ歌いたいなと思ってたので嬉しいでございます。初見さん、ナーピのことナーピのことを見つけてくださってありがとうございますナーピです、よろしくお願いします。12歳です、ぜひ応援してね。こちらのフォローボタンよろしくお願いします。ハートボタンをピンクに書いてね、よろしくお願いします。おー、キコリさん、お久しぶり。カチューシャー外して見に来るな長い恋愛中同じクラスで会った日から綺麗になったずっと季節何度巡ってもカチューシャしてる君に誰も誰も叶わないよ。世界中で一番似合う髪を留めた天使の若い永遠にないで。おお、ぬみこさん、デイビッドさん、アリさん、オープンありがとうございます。おろしてくださった方ありがとう。ぜひ皆さんこちらのフォローボタンやってね。4600人の方フォローしてくださってありがとうございます。 Thank you very much。 イエーイ、ありがとう。 Every day カチューシャが Every day カチューシャが。続きがあった。お、ちょっと続いてる。綺麗な音楽。いいね、やばい、めっちゃいいじゃん、好き。
今何分48分まだいけるね。これ四国さんの時に聞いてすごく好きになりました。おね、なんかめっちゃ最初のオープニングの時に出た、また止まった、なんでこう影になって出てくるのが、シュワシュワ世間の泡みたいすごく好きです。なんかこういう感じでシュッっていう、絶滅の危機、黒髪少女よ、oh! 守りたい、絶滅の危機、黒髪少女よ、oh! 保護したい、やっと出会った、黒髪少女よ、こんばんは。ねえ、めっちゃ夕日が映るの確かにすごく綺麗だなと思いました。皆さんは黒髪少女好きですか？知ってますよ、ね、めっちゃなんか今ねバグった。いや、そう、さっきのこの間の配信でもね、今日の1回目だったかなの配信でもバグった。天然記念図清掃な少女よ、おめずし天然アスピン少女よ、お美しい突然生、奇跡の少女よ。のみんごさん、おんぷさんありがとうございます。がめっちゃかっこいいって私は思いました。グッピーさん、チアナコありがとう。クニケンさん、オンプさんありがとうございます。あ、本当に？ヌベンピーさんの曲結構いいですよね。で、キキ黒髪少女よ、お守りたい、絶滅のキキ黒髪少女よ、お保護したい、やっと出会った、うんうんうん、黒髪少女よ、黒髪いないよ、黒髪少女よ、お滅びくなかなかいないよ、黒髪少女よ、お日本の美守ってくれよ、黒髪少女よ。これをささってこのお団子の状態からほどくシーンとかが好き。ファーってめちゃ綺麗になるからすごく好きです。これなんか最後にこうやってありがとうございます。なんかこの このこういう感じわかるかな。ありがとうございます。ということで結構ね時間が迫ってきましたよね。どう、みんな楽しかったの？アピの配信は来てくださってありがとうございます。ぜひ皆さんこちらのフォローボタンよろしくね。最後のお辞儀好き、すごいありがとうございます。 Thank you。 ねえ、めっちゃ1時間早いね。あ、楽しかった、本当に嬉しい、よかった、よかったです。それならばとても嬉しいです。あ、そうだ、あたりさん
デイビッドさん、 Today's ranking is 朝のランキングですね。 Second ranking is アタリさん、 Third ranking is デイビッドさん。 Thank you very much。 ありがとうございます。 Thank you very much。 ありがとう。 Thank you。 ビッグエブさん、りょうさんいらっしゃる？ビッグエブさん、サードランキングイズビッグエブさん、 Thank you very much。 ありがとうございます。ありがとうございます。そしてセカンドランキングイズセドカさん、ありがとうございます。Thank you very much。 ありがとう。最近ね、ちょっとね、ナピもね、自撮りに少しずつ慣れてきましてですね、いい感じになってきたかも。あ、ほんとに？超居心地いい？ほんとに？じゃあずっといてね、ナピのルームに。あ、ありがとうございます。わお。あ、りょうさんいらっしゃるじゃんか。落ちたよ。はい、Today's first ranking is リオさん。 Thank you very much。 Thank you、 ありがとう。 Thank you very much。 そして second ranking is リオさん。 Thank you very much。ありがとうございます。イエイ。 Thank you very much。 ありがとう。そして Today's first ranking is David、 あとりょうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は皆さんにね、たくさん会えたのですごく嬉しかったです。西さん、チアナゴありがとうございます。ありがとう。今日私は筆箱ちゃんとお別れをしますので、とても悲しいですが、ずっと小学校の頃ね、ずっと使ってたものでございましてですね、で中学校久しぶりに広島に帰ってきたら、みんな筆箱こういう筆箱じゃなくて、あのなんかいろいろなおしゃれな筆箱になってて、中学に入って、何そんな、まだそんな使ってんのって言われたので、今回買い替えたいなと思ったんですけど、ちょっとなかなか勇気出せなくて、今回ちょっと勇気振り絞ってバイバイ、ありがとうって言いたいと思います。めっちゃ好きだったので、まあでもまた好きなものを買って大事に使いたいなと思います。なのでこの曲歌います。ここはどこなのだろう、空を見上げて探した星、私いつの間にか一人はぐれてしまったよ。何も恐れないで、たとえ離れてても、ずっとずっとみんな変わらずに、そばにいるから、夢の川を渡った船が静かに岸に着く、夜明け前初めての大地に一歩足を今踏み出す。 The teeth is a nice star. Thank you very much. Tube is a ルーピピさん。 Thank you very much. ありがとうございます。 Thank you. ありがとう。
ルディエカさん、Thank you very much、ありがとうございます。And Ted is Masa さん、Thank you、ありがとう。And Night is Atari さん、Thank you very much。And Ed David さん、Thank you、ありがとう。夢セブンスエーズクオーサーテキブリマーチゆっくり消えてゆく不安そうにセクタルトクッキーさんテキブリマーチ私が今日食べたもの振り絞ってフィフティーズラブリーポテトさんありがとうございますフォーティーズビッグウェブさんありがとうサードイズクリケさんありがとうございますセカンドイズノズビンゴさん Thank you very much And first is セドカさんありがとう Thank you very much またねー夢の川を渡った船が静かに岸に